DAW レッスンでですす鈴木です w トークこの番組は DAW レッスンの講師陣2人が DAW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DAW レッスンはオンライン出張景色でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週さまざまな動画をアップしておりますのでぜひチェックお願いいたします。はい、ということで、えーはい、始まりましたね。なんか前回あれじゃないですか、鈴木さん。はい、SSL も なんかシ写ーなんか持とか言してたじゃないですかああうちねうちねはい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 ろいはいはいはいバいは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 いいは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  s はいはうはいはいないは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 れはれはい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  <laughs> <laughs> タンバリンとあとそれ撮るにはどのマイクがいいのかなみたいなのをはいはいはいスモールダイヤフラムをいろいろ調べてたりとかいやワンちゃん414でいけんじゃねえとか思ってたりとかそんなことで SSL 忘れてた <laughs> なるほどね <laughs> <laughs> 意外といやうちなんか最近その なんだろう今ニーブ系のやつが集まってきてさ逆にそのもともとニーブ系じゃないやつで使って運用してたから、はい、恋しくなるじゃないですけどほうほうやっぱこうなななあった方がいいなみたいな気持ちになることが結構多くて何なんだろうね傾向がなんか明るいから、うん、カラッとして好きなのかもしれないしうーん前まではさずっと面が欲しかったんだよ。うん なんかニーブっぽい感じのやつってその音像が大きい系ねそうそうそう広い音像にダンってなる感じが、うん、にあったからいいなと思ってたんですけどはいこの間収録でグレースの501でてあったのかな500の写真に入るやつ使われてもらう機会があったんですけどはいその時も結構そのいわゆるナチュラルっぽい感じの質感でうんうんうんなんて言えばいいのかないわゆるこうトランスペアレントな感じだよね うん,なんだろうニーブっぽい感じのタイプではない音、ね、う自体のなんか「すごい!」とかってやつは正直そこまでナチュラルなのかなっていう風に思ったのでうん、うん、味付けそのものはないのかなって思ったんですけどうん、うん、と通った後ののん,んか口が見える感じって言ったらいいんですか、うん、マイクの前で歌ってる感じってやつがなんかとった後に見えるみたいな感じがしてうん、うんまあ、リアリティはあるよね。わっなったんだよね。まあ うん、ない <laughs> あっ、ね、ちはでもきらびやかな感じって言ったらいいんじゃないでも。なんて言うんでしょうここ好き好みなので、うん、そこがどうかっていうのはちょっと別としてですね私はもうちょっと身が欲しいなってやっぱ思っちゃうんですよ SSL <ー>。上情報量というのが言葉を選ばずに言えばあまり好みではない傾向の音なんですよ。 もともと申請とかに回したらいいんじゃないぐらいな気持ちで言うタイプでしょ多分。んそんなこともない,っていうわけではなくて SSL が5万円でチャンネルストリップは6チャンネル出した時に、うん、SSL が5万円でこれ出したぞって思ってそれがちょっとすごく興味があって買ったっていうのが、うん、正直なところのですね。<laughs> 知見を得たんだなそうだねそうだね。そうだねあのアルルファチャンネルとかと もうまあ昔実は所有したことがあるんですよ。でその時の印象よりかは全然いいけれども、うん、どうなのかな最近の SSL みたいな感じで思いましてっていうのが一番の理由かな。まあ、あと6がまああれはいらないけどちょっと一 a は興味あるなって思ったというか。ああ。なるほどね。一時期は買うところまで検討してたのにね。 前,カに前にケーブルがあることがー、ね、ケーブルの,あの出口があるところが最高にもどかしい気持ちになったっつって <laughs> <や> <laughs> <laughs> でも一昔前のさ SSL よりさ今の SSL の製品ってさか、うん、かなり信用できると思うんす何、うん、て言えばいいんだろう鬼ハイエンドのやつはさまあ普通に使われてるからあれだけどそれこそ、うん、アルファチャンネルとかさ何ん、うん、て言うのかな手が届きそうなとこのラインのやつってさ ああそういう意味ねそういう意味ねうんうん分かる分かる<ょ>それはそうと思いますちょっと前一昔前はさあ、うん、うん、みたいな時ってあったよねまあ正直アルファチャンネルはなんか SSL っぽさはあるけれどもあれで SSL っていうのはなんかちょっと違うよねみたいな感じはしてましたよねみんな、うん、だからなんかさいや、うん、な,なんていうの手の届きやすいところの範囲の SSL ってさ正直イメージあんまよくなかったと思うんだよねそうですねそうですねはいでそっから見て今のさその6チャンネルとかってさ うん、だいぶじゃあ全なんていうの別物みたいな気持ちになる感じ正直さ<ー>俺さ鈴木さんのところで聞かせてもらった時そんなこと思わなかったんだよねおっすげえやみたいなあまあそうだね、えっと、一歩スーパーアナログに近づいた感はあるかと思いますよああ<ー>はいそれは間違いないかなと思いますねやっぱ技術革新があったんかねいや単純にコスト落としただけでしょ絞り切ったみたいなうんどうなんでしょうねまあ 開発コンセプトが変わったからっていうんと思いますけどねやっぱりあの辺でんんなんで結構宇宙が欲しくなってきてきいるというかおいいねこう500を結局さランチボックスのケースを手に入れるとさそうなるよね、うん、最初の子夢増えるんよでさ、うん、トライデントどうしたのトライデント、うん、いやまだ気持ちはあるよ <laughs> <laughs> 全然あるよ全然あるんだけどトライデントのところプリもあるんだよ 気になるよね <laughs>。いやそんなこと言ったらシルバーバレットにも H がついてるよ。<laughs> いやだからさそうそうなんだよ。すごい困ってんで、ね、最近。だ <laughs> はい。もうだぜさん最初俺二チャンでいいって言ってたんだよ。うん。こんあるでしょケースでしょ。そうよ。いや六しかないなってなってくるでしょ。そ,そろそろ。いやってかねやっぱあればあるだけさやっぱ穴があるとさ夢含くんじゃうんだよ。うんそうだねこ。これこれが良くも悪くも <laughs> なのかな <laughs> みたいな <laughs>。おやっぱ API の EQ 持っといた方がいいよとかさ。 <laughs> アメリカンだね <laughs> <laughs> 音がねとかねあるよねうんなると思いますねすげえ困っただからヘアボールオーディオこないださあの手作りできるやつうん、うん、そう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 あれさ何で欲しいかって言ったらさあの僕最近パンダのとこのあのプラグインよく使ってるんですけどピュラーフィール,ルドだっけ、うん、あそこの元ネタヘアボールなんですよ あ,あそうなんだあ<の><ー>スタジオのインストゥルメント見たんですあの乗ってるやつ、うん、したら A とか F とか、ね、D とかってありますの76のタイプのやつね,ね,ね書いてんだけど、うんはい、全部ヘアボールだったんですよへ元ネタこれじゃねえかしかも手届くじゃんみたいなでまあ電子工作ができるかはまた別なんですけどうん、うん、<laughs> これいけなくないなみたいいいなやとの戦みたいな。い できないのかないやできるできるやってやれることはないよきっと最終的にヤバくなったら鈴木家に持ち込むしかないかなと思ってるんだけどまあまあでも本当やらんとできないからねそういうのはやってみたら面白いかもしれんよ意外と昔からありますけど結局知り合い含めてあれを買った人は知らないというねいないにうんんかすごい話題になってたんだけどね出たばっかりの時とか音自体だってさはい なんだろうな分かんない俺プラグインベースで聴いてるやつからの今の思いだからうん、うん、ちゃんと知らないんよだからもうやってみなきゃわからない世界なんだけど、うん、かなり高評価なんですよ個人的にはほ<う>だから前の話からのつながりでいっちゃうと、うん、そのトリ用のコンプが欲しいからの中の流れでライブ配信の続きだ、ね、それあ,あそうですそうですごめんなさいね、はい、あのクロスしちゃってるねでなんか若高いやつはそんなに欲しいわけじゃないっていう。うん だけどある程度信用とかあるものが欲しいっていうディストレッサーディストレッサーまあもともと前はディストレッサーだったんだけど使わしまったのは、はい、その流れでいろいろ考えてやっぱあかんかとかいろいろ考えてたんですけどはい、はい、自分で作るやつがあるやないかっていうあ勇気あるねこれなら最悪、まあ、鳥とかなんていうの流用ができるんじゃないかっていうのと自分が好きな傾向のやつだったらいいんじゃないかみたいなっていうふうになってて、はい、うんなんかあれですね 何、ね、だその中国,国4000年の歴史みたいに <laughs> 私はそれを見てきたんだみたいな、うん、VPR のケースを手に入れたあとの挙動にそっくりですねやっぱ<ー>多分同じような道筋をたどってるんじゃないかなやっぱ行くんかなそういううんやっぱコンプ必要だよとか EQ とかも興味出てくるでしょ出てる出てる出てますよ一緒な気がするなだからまず最初に出てきたのがあれですもん「トライデントカエルは」う,うん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  でしょ、うん、でトライデントは結構僕なんか夢プロダクトなんで、うん、まあ多分いつか入るんですけど、うん、あとワンスロットあるじゃないですか、うん、買ってもないのにクソ悩んでますからね <laughs> <laughs> からそもそもリンデルのケース全部入れたら電源が足りなくなるとかいう話をうんちょっと怪しくなるねまあモジュールによる,るモジュールによる総合の電力なのか電圧なのか分かんないけどでそれまあ別の人も言ってたから、はい、全部入れると怪しくなるよみたいな。 うん、これ鈴木家だけじゃないってことは多分そうなんだろうなみたいなそうですね、うん、まあまあでもしょうがないじゃんだけど空いていることには変わりないよ、うんよこれはみたいな <laughs> <laughs> しかもさ、うん、あのなんていうのワインユーとかのやつだったらさそれなりにさ自分で作るやつも高いじゃない、うん、そうだね,そうだね結構いい値段するんだと思うんだけど、うん、500の写真な,な,なんですか <laughs> 300ド,300ドルぐらいだよ多分だから発送費かけてもだから5万以下で多分入ると思うんだよね、うん、はいはいこんな夢あるかみたいな気持ちになってるのがあるなるほどねかなりあるしかもそれを使ってるやつのなんかなんていうのコピー元にしてるプラグインが聞こえてるっていうですか多分全然音変わると思うけどうんいやそ,それはやるしかないでしょういいいやねえって思うよね、うん、やるしかないよそう だからなんかまた買った買ってもないの、ね、に A と D と F どれがいいかなっつって F だな今のところはとか言ってんだけど、うんうん、うんうん、F に使ってるやつ濃いじゃないんだよなみたいな、無駄に悩み始めるみたいな。なるほどね。まあいいじゃん。悩んでる時間が一番楽しいし、醍醐味だよ。<あ>それがきっと。あとはあれなんですよ。なんかその最近多分ちょっと環境を変えたいんだと思うんだよね個人的にも多分。おおおおお。変えたいというかなんていうの別に飽きてるとかじゃないんだけど。うん。 ななんだろうちょっとか変わったやり方というか、うん、この間 SM7B 手話のね。のでシャウトパートとか撮ってたりとかしてたんですけどあれダイナミックじゃないですか言っちまえば。まあそうですね。ダイナミックを収録に使うことなんてほとんどしてこなかったんですよ。ほ<う>いい結果が生まれなくて。何、うん、だろうそれこそ今使ってるなんだポッドキャスト用のマイクでソントロニクスが働いてくれるぐらいなんですけど。うん はい、これ考え方によってはダイナミックも使えるぞみたいな気持ちになっておきてるのもあってうんなんだろうその情報量があるないとか言ったらな,ないじゃんそんなにコンプコンデンサーに比べたらまあそうですねどうしてもさっきの,の SSL と同じような理屈ですよ実、うん、がないって言ったらいいんですかうんなんですけど必要な帯域のところにはしっかりいるじゃないうんなんて言ったらいいミッドレンジにはいるって言ったらい,い,いやわかるわかるわかるよそう言い方も超難しいけどうんだか,らなんか いいっっぱい音が入ってるやつで、はい、かつなんか割とギュッとした感じの音が欲しいんだったら、うん、これダイナミックの方が良かったりするんじゃねえのみたいな。<ー>って、うん、ちょっと思っている結局やってないからまだ分からんてかこれから混ぜるんだけど。SM7B とかその辺を収録で使うようになったっていうのは、うん、確かに私も聞きます。ううん、うんなんななかねデッドな感じにして、うん 結構声が前にゴーンって来てるような感じのやつだと、うん、7B は結構どころじゃなくくすご良かったただ声に声量がある人っていうのが多分前提にあると思うけど、うん、ちょっとさいさい最近っていうと言い方がおかしいけどさ歌ってみたみたいな感じの人だったりとかすると多分全然声量足りないんだよ。うん、あそううだろうねなんだけど逆に声超でかい人だったりとかすると、うん、いい結果になるのかなと思って。俺も結構声多分でかい方を そうだねそうだね。そうだねっているときのやつは、うん、まあ普段はそんなにではないけど。うんうん、と思います。だからその「吹かれ」とかってやつだけを回避できればもしかしたらこれすごくいいのではみたいな。うん、まあメインで使うことはなかなか難しいかもしれないけどね。そうだね。だ,ねうん、だからそのものに用途によってはもしかしたらいいのではっていうふうにすねするようになってきたですね。はいはいはい。それなんかかかわるる気がする、うん、だしだから 前までやってきてなかったんですけどボーカルのメインパートとコーラスパートでこれダイナミックに使う使わているやつはちょっと別なんですけどマイク入れ替えてます鈴木さんちって。うちは割とコーラスの種類によりますね。ただとかは絶対分けたいとか離れて聞こえてほしい時とか。ううんん っていうのは基本的にマイクのキャラクターを変えるのが一番楽だと思っているのですよ。やっぱそうだよね。はい、なんか今まで僕あの何て言うの特にやってこなかったからなんですけど、うん、でもなんかマイクの傾向を合わせた方が後からやりやすいんじゃないって思ったんですけど、はあ、そのダイナミックの一見があってから、うん、これコーラスパートとかも別にマイク変えた方が最終的に楽なんじゃないの？っていう風うに思い始めてたところのところが今なんですよ。はい、間違いないと思います。 楽ちだから結構ずらしたいじゃん <laughs> 出てる時に、うん、同じような感じで言っていうより少しやなんか離れた感じにしたいとかさそれこそ少し這い上がりにしたいみたいなふうなことをイイコライザーでやろうとしてますよね結局だったらそれだったらちょっと違うマイクに変えて撮っちゃった方がすごい綺麗に入るじゃないのっていうふうに、ん、い,や間違い,ないったところでそうなんだね,んだねというかまあそういうふうな考え方で持っても大丈夫なんだな。うんまあ、そのの時にはやっぱり、うん、でもイ稼げるマイクのがいいよ、うん まあまあね、その時はね、うん、うんうんうん逆にその話して取る時にそのこういう原因が必要なやつを取ろうとは思わないけどまあ 7B とかだから何を言えるのであればやっぱりちょっとそこだよねであのダイナミック全般的に、うん、そうだねうんなんでそこに関して結局今ゲインブースターみたいなやつにつなげていったりとかしてるけどはい、はい、うん つなぐとつなぐでまた音質変わっちゃうからねまあそうですねどうしてもそれが良い方向に作用すればいいんだけどうんうん現状丸くなっちゃうからなそれをどう取るかみたいなところもあるけどまあなかなか難しい問題ですねそこはうんでもなんかね結局あるならうまく使える方法ってあるんじゃないかなっていうのが正直、まあ、ダイナミックに関しては思っていたところ思って今いるところうんそれはそいいうですいだかなんだろうえっ、ー、と別に全然否定するわけじゃないんだけど あえてそこでコンデンサーではなくダイナミックを持ってくる意味っていうのをやっぱ考えなきゃいけないなとは思うんだよねそこでそうだね、うん、なんかこれ使えるんじゃねっていうベクトルなのかこれがそのケースにおいて最良なのかというかフィットするっていうふうに考えた時に、うん、全シャットすることはなくてもいいもんねまあそうだねそうだねそれはそうだと思いますねうん、うん 思っってているるる中でああ感じがあるまあそれも前の時の収録で、ね、スモールでなんか声取ったりとかするやつの話を自分で持ち出しておきながらしばらくそんなことを見てないなっていうのもあったりとかしてたんで少しトライエラーとかみたいなことをしてる時間を設けたりとかできてもいいんじゃなかろうかみたいなそそううだだねね気持ちになっているのところでうん、うん、まあまあいろんなものがまあなんだろうその500のチャーシーがどうとかさああなんか プリ自体がどうとかさみたいなことが出てきてるっていうのがうん、うん、結構途中、まあ、忙しくなってきたりとかするともう正直ね <laughs> これだったらこれで勝ってきているみたいななんか優勝セットみたいなので頑張るじゃない、うん、いやそこで冒険する必要はないんだっていつもなるそうそうなんですけどなんかより良くするためにはどうしたらいいんだろうとか思った時にさうん、うん、その辺のやつが今声とかのやつに今着てるっていうのが。 あって、はあ、うんうん。なるほどね。そうなんですよ。そもそもそんななんかダイナミックの話も懐疑的だったんで正直本当にみたいなまあシャウトだったら一回ぐらいに思ったんですけど。ね、ち,ょちょっとじゃあさそこでさ一個こない気になってたのいい？あ,あどうぞ。やっぱりさなんかさはい、はい、今の堀田先生の言うことは理解できるのね。はいはい。すごくわかるんだよ。うん。ただなんかねネットとか見てると。 はいはい、自宅録音はコンデンサーマイクよりダイナミックの方がいいって言ってる人が結構いてへ<ー>それはどうかなと思うんだよね。なななんでなんでだろうねなんかそのコンデンサーマイクだと情報量が多すぎちゃって自宅だとダメですみたいな、うん、それこそその,、うん、あの歌ってみたとかのご相談をいただいてそ、うん、あそうなんだって知ったんですけどはい、はい、なんか下手な環境だったりするとダイナミックマイクの方がいいみたいな。 の結構言われてるみたいでで工事現場のの横で収録してるのってるっいや分かんないけど <laughs> そんなことありますかみたいな感じでそれも程度問題というか<え>どこを基軸にしているのかによってちょっと変わってくるのでなんか一概にこれを否定するとかそういうわけではないんですけれども、うん、結構変なこと言ってねって思いますけどね。いや確かかにレコーディングスタジオとかの 中ののブースの感じと家は絶対に違うよ、うん、そりゃそうだよねっていうのは当たり前にそうじゃん、うん、全てが違うよねあとはいえでもコンデンサー使えないほどの環境ってどんなとこみたいな感じもするよねはい,い全然そんなことないと思うけどねうんなんか反響音がとかってことを言ってるんでしょ、ね、きっとルームチューニングの話ってど,どうだろうねわかんないですけど まあ多分ここの今のこの私たちの YouTube をこのポッドキャストを聞いていただいてるとはちょっと毛色が違うような感じではあるな間違いなくて、はあ、うーんまあそうなんだみたいな感じなんですけどねうん情報量が多すぎるってことはないと思うけどねそれでもそうですね何でしょうね隣のおっちゃんの声が入るとかってことなのかなそれはスタジオで撮れって感じじゃないですかもう。 うん、あのレリハスターで撮ればいいしそれでもあれかバスーンってドラムのとこが入ってくるとかあったらまあまあそうなのかな何だろうでもさコンデンサーで入ってダイナミックで入んないっていうケースってあるのかなうーんとり周りの周りの音が入る入らないっていうのは思考性の問題であると思うよ確かに近接のものしか撮らないような5%、うん、とかさそういうやつだったりとかするんだったらさまあそうじゃん。うんはあ、でもさって感じじゃない うん、いやなんかそうなのでちょっと実感として分からなくてさいやーそれはちょっとちょっと,ちょっとあれじゃないですかって感じですけどね切り取られすぎてませんみたいな、うん、なんかそんな気がしないでもないので一応聞いてみたみたいな感じなんですけどああ大丈夫です僕その感覚はないですよかった、うん、だしだってなんだろうスタジオだけじゃなくて撮ってきていることがかなり多い側にいるはずだからは何いはい、はい、ていうの予算ベースで考えてさ リハーサル、うん、の環境であレックしましょうも全然あるし、ね、誰かう家でやりましょうも全然やってきてるから。っていうかまあ全然ありますよそんなの。だってどっかの作家さんの家で撮るとかまあ家でやるだってそうじゃん一緒に。うんうん、環境がとかまあ全部がルームチューニングされきった家でやってるわけじゃないから。そうですねって考えるとっていう気がしますけど。<laughs> <laughs> 本当にやって,きてのかみたいなう辺うの こういうことじゃないですかみたいなのがもし皆さんの中でなんかひらめきがあれば教えていただきたいんですけれども <laughs> 単純にレンチサーなのかななんかその声が取れてる領域の部分だったりとかするのかなって思うけどいやどうでしょうねうんってわかんない俺もそこら辺の感覚にはなれないからコンデンサーとダイナミックで単純に物はあって、うん、換気音を拾いすぎちゃうからダイナミックにしますって選択肢はないですようん聞いたことがなかったんだよね なんかそれスペックシートの話で話ししてませんみたいな感じがしますわかんないですけどね<あ>、はい、言い過ぎですかねいやわかんないまあっていうのはありつつですけどねはい。ただそのなんていうの玉感があるっていうのとかふわっと撮りたいのかっていうのか、うん、みたいな感じのやつの使い分けはしてもいいのかなって今むしろ思ってる側なので玉感っていうのは真空管ってことあいやそっちの真空管っていう感じじゃなくてドーンって声出した時に、うん ダイナミックの方がギュッとして入るっていうイメージがあるあまあなんて言えばいいんだろうこれ感覚でしかないんですけど7六通してるみたいなことでしょ違うの7六通まあコンプレッションのリミッティングアンプでかかった感じの潰れ方というかうん多分もともとそれが好きなのかもしれないですね7六通してるしいつもそれはあるかもねなんだろうねだって ってる時ののの感じがそのまま出やすいのはなーってもしかししかかたら思ってるのかもしれない、うん、別にコンデンサーも使いまくってきてるから、うん、それはそれでいいしうん、うん、その何ていうのパーンって出る感じはないわけじゃないんだけどより出る気がするっていう気がしているおおお。なるほどねじゃそれこそでも本当にさ手話のさコンデンサーとか好きなんじゃないですかもしかしたらそうかもしんないよね。 うん、KSM でしたっけとか、うん、そうかもね。うん、使ってみたいかもしれないな。なんか好きな人は好きっていうね、KSM。へえ<ー>。私はですね、正直ゴッパーじゃんって思ったんですよ。取 <laughs> りた、取ったことあるあるんですよ。一回試して。ほう。あのゴッパーのままコンデンサの匂いがつきましたみたいな不思議な音っちゃ不思議な音とで <laughs>。シワのコンデンサマイクって言われるとすごく確かに。 どううななんだろっって気持ちになっちゃうなまあまあ正直に言えばその手話っていうゴッパーっていうイメージがやっぱりあのあ<る>色眼鏡をかけてみ見ている部分は正直あるんですよどうしても。すごくあるすごくある。あるでもそれを差し引いてもゴッパーの系統にいるよねっていう気はしておりまして。ゴッパーの温存感が広くなったみたいな感じになるってこと ーレンジが広くななってる感じかなちょっと興味あるな <laughs> 今は <laughs> <う>前までまるでそんなのって思ったけどただ金額がなだったら他のやつあるよなっていう金額で来るなこれなまあねでも結構興味あるっす何、うん、だろう今までずっと現場というかライブハウスとかそういうところのステージ周りで聞いてきてるのと圧倒的な手話なんで。 まあそうやっぱりね <laughs> <laughs> そのなんだ自分たちで持ってるやつペタ57とかってやつはあるとは思うんですけどまあ圧倒的に周波率高いんで聞いてる音になるのかなっていう思うのを拡張版で取れるんだとしたらもしかしたらそれはいいのではないのかっていうふうな気が少ししてるまあ用途とジャンルによると思うけど,うけどまあでもそこはやっぱりさ前提としてさ堀田先生は基本やっぱプレイヤーの頭なんだと思うよそこ。だと思うよ。 うん、だからそれを基軸に考えると全然悪い選択肢としてはないかなというか試すべきものなのではないかなっていう気はそしますよね。結構気になってるですよね。そはね<おう> <laughs> いいねいろいろ気になり始める気になり始めてる時ですね<は>今ね。まあ新しい、ね、新年度ですしね今ぐらいなら悩んでても別にいいんじゃないのっていう。の今なら何なのっていうやつが、まあ、うちにいるからっていうので選べるようになったっていうのもあるとは思うんですけど。うん うんうん、そうだねある程度触りてきてこっち側のやつでどうなんだろうって見るのは別にいいのかなみたいな気持ちですかうーんあと800とか好きだったら C100 試してみてもいいんじゃないですかソニーのはい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 、はい、あれもね一回だけ聞いたことあったら結構印象はいいんですよねうーんもうすげえみたいな。 またマイクで悩み始める男になるんですかこれは。<laughs> <laughs> 大丈夫でも前回、ま、悩んだあげく買ってない買ってない買ってない大丈夫買える今回はうなんだろうな悩んだあげく大丈夫ですよヴァイオリティデザインの方に行ってたからあ手放そう手放すか、うん、あれもダメじゃないと思うんだけどなただあのー、座りはよくない <laughs> いやあのね今の俺の中ではギターっつってるわ、うん、あれであそこにってます、ね、あれなんだろう声って感じじゃなかったかもしんな、ね、いうんちょっとねあれはなんかうちの中ででもトラウマですね、うん、<laughs> うまくいかなかったでござるたらとあこれはちょっとなんかけジャンルが違うって思いましたねあの、うん、持ってる音の方向性のあれさ多分さ弦とか取るんだったらいいんじゃない ああそうかもしんないしあのとか、うん、声ではないね <laughs> グローブのさヴィンテージの方だったりとかするとさ、はいうん、ギターとかあのエレキギターとかの何ん、うん、て言ったらいいですかキャビネットに突っ込んでたりとかしてたんですけどほほうほう,ほうでもなんだろうそもそもその「春声」には使わないのかもね緩やかなやつとかだった方がいいんじゃないかな、うん、いやそんな気はしますね それこそ環境音拾いますよ。<laughs> めちゃめちゃ。<laughs> コンデンサー同じコンデンサーなのかっていうぐらい。周り取れるから、うん、エアコンはすごい取れるうん。なるほどね。うんまあ悩ましきですよ。悩ましきですね。あ、バリエーションの中にあっていいのかなとは思うんですけど、うん？俺自分自身に合ってるかと言われると、うん、ちょっと1回ちょっと疑問が湧いてる。<laughs> いろいろ買ってああ違ったなって思ってそれで学んでいくスタイルですからねまあそうですね買うまで分かんないですからねこのね分かんない分かんないブラックボックスもいいとこなんでほんとでほらなんかまたそこでさこう堀田先生的にはさ定番を避ける癖があるじゃない、うん、そうですねなんかロマンそうですね聞いたことのある人探すのが大変なのに突っ込んでくじゃんすごいなって思うんですけど <laughs> <laughs> 今だって パッと頭に入ってるの。やっぱジェミに良かったかもしれんなとか、だからね、ジェミに本当にいるかって感じですけど、se のそうだね。なんでそこみたいなところでしょう。多分自分でも分かってる確かに。さすがにああ<ー>、テリフンケとかにしときなさいよっていう。そうだね、感じですよね。ね <laughs> いや、一緒に聞いてきた身としては、うん、そう、外側からの自分で見ると、うん、そうですね、そうだと思いますよ。だから始まってほしい。これを使いこなすことになったら、うん、もしかしたらっていうふうになるんですよ。<laughs> 何な,ん何なんすかね <laughs> 時間をかけて習熟していくと使い方が分かっていくじゃない、うん、そうだねだそれの中で武器になりえるものがあるんじゃないかなっていうふうに思っちゃうのかもしれないうん難しいとこですねあとなんかよく分からないものが好きなんだと思うよ多分あそれはそれは知ってる <laughs> <laughs> 定番どころは頼れば誰かあるやろみたいな <laughs> 助けてくれみたいな <laughs> いやでもね あれだよよやっっぱ持ってるとのと意味合い違いよあのう割と堀田先生それ言うけど、うん、持ってると違う。それはそう。うん、うん、分かる分かる。それはそう。毎回借りるわけじゃないしね。なんだろうやっぱりクオリティが安定するっていうのがすげえ精神衛生上いいよ。そこはなんかね結構個人的には一番重視するところかなみたいな感じがいたしますね。まあ伝わりますわ。はい。それはそうだね。 こんなこと言ってるとまたこう仲が悪いとか言われるんだろうけど <laughs> そこは別に仲と関係ないからな <laughs> そうだねそうだね、まあ、性格の問題だからなはい2人とも揃って定番品しか進めてなかったしかもどうなんだろう <laughs> ってなるじゃん <laughs> いやーあれですからねこう「絶対」っていう言葉は絶対使わないようにしてますからね基本的にはうん,うんそうだねい、はいねうんそうだね そんなこんななこで以前の動画にお寄せいただいたコメントをご紹介していきたいと思うんですけれども回回春なののでで新ししいいことに挑戦したいの回ですねえ今までずっと正統派ポップスの分野の作法を貫いてきた鈴木先生がまさかついに EDM のフィールドを掘ろうという考えに至るとは自分は学生時代に FL スタジオを買ってずっとライフタイムアップでだけ繰り返し,してほぼ全く使いこなせていません W 新しいことを始めたいという意味では「 自分は3月から AdobeCC に加入して映像編集、特にモーショングラフィックを真剣に勉強し始めました。オンラインでの発信がメインの自分にとっては多くの人に曲を聴いてもらってその世界観を味わってもらうためにはちゃんとした MV やリリックビデオを作る技術を身につけることがまそだと急に思い立った次第です。 鈴木先生の EDM 系挑戦が今後の DWS 企画や解説とかなどにプラスアルファ的に反映されていくのが今から楽しみですということなんですけれども、うん、まああんまり期待しないでいただきたいですねそこに関してはマジで未知数みたいな感じなんですけれどもう,うんまあでも面白さがね別なところで取れればいいんちゃいますのっていうそうですねそうですねうん、うん、多分そこでなんか妙に意識しない方がいいだろうなと思ってます「EDM を勉強するぞ」みたいな感じでうん よりかは割とふわっとやっててそのチャンネルできたらいいなぐらいのノリでやってますねなるほどはいはいアドビー CC はもうサブスクうちもやってますけれども、うん、まあねいい感じですよっていう <laughs> <laughs> 多くは聞かないわ <laughs> はいはい続いてです、えー、もし乗り換えるのは確かにエイブルトンライブですかね キューベとスかく曲作りできない w ウェブス今手持ちの製品の WP の更新が240ドルなのでサブスク年間払いで249ドルそんなに悪くない気もしてきました、うん、できたら使いたいバンドルやプラグインの数に応じて価格設定してくれとか出るとかフレキシブルな感じにしてくれると良いのですけどということですねうん,うん確かにそ制限されたバージョンで。 できたらね嬉しいいなっていう,ふうに思う気持ちは僕もわかりますうんまあそんなにねうまいことはできんのですよみたいな感じでしょう,うねきっとね。必ずしも使うやつは全部じゃないんですよって感じなんですけどでもそれはねこっちのユーザー側の勝手な意見ではあるからなっていうふうに思うんで悩ましいとこですね。はい えー、同じ回ですね。もともとロジックがメインでしたが45年前にエイブルトーンライ v をメインに乗り換えたタイプです。おすごい。<ー>自分にはセッションビュー機能が使いづらいと思ったのでループを積み重ねながら作るなら画面設計や出音のトレンド感では FL スタジオの方が使いやすい感覚ですが制作でのアイディアの拡張としてはライバーは最適です。うん、d w の機能を持ちながらもサンプルや波形やファイルを気軽に編集できる設計やエフェクトの並列化などを素早くできるので。 ロジックの頃に思ってた質のいい録音やプラグインでより洗練していくという考え方からピュアなものを崩したり実験していく選択肢ができるはいろんな意味で考え方を変えてくれた DAW ですということですねうん,うん、まあ、まさにこれですねうん,うんなるほどねはい力をかける方向をずらしてるというかそうですね最終的に点から見てみって感じなんですね していくっていうところに落ち着くんですけど、はい、その素材の一個を作りたいみたいなところが大きいかな個人的には。あとこれはまあコメントというか企画リクエスト的なやつですかね<い>、はい。ミキシングの技術において1時間ぐらい本格的に語る回とかどうでしょうか ?Tips とかも披露する形で求めてる人も多いと思います。以前もやっていいたら恐縮ですがということなんですすがととうここなんけれれども多分 音声だけでやってもわかんなくないですかねなんか机上の空論の空中戦をすることになっちゃうと思うんですよだ、うん、からやるとしたらまあ、動画ですかね、うん、うん。にしてもなんかそのケースにおける何かっていうものがやっぱり必要になっちゃうと思うのでまあまあなんか考えてみますねはい。はいみたいな感じでございましたはい はい、というわけで今回のポッドキャストについての感想、ご提案等のコメントをお待ちしております。YouTube でご覧いただいている方は YouTube のコメントに、Podcast でご視聴の方は Twitter もしくはホームページお問い合わせまでお気軽にコメントをお願いします。また YouTube のメンバーシップも行っております。今後もメンバー限定のコンテンツも増やしていこうと思っておりますので、ぜひご検討ください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。じゃあいました